ウィリアム・ヘンリー・ブリュワーウィリアム・ヘンリー・ブリュワーはアメリカ合衆国の植物学者である。最初のカリフォルニア地質調査に植物学者として参加した。イエール大学科学学校の最初の農学教授となった。ニューヨーク州のポキプシーに生まれた。1848年にイエール大学科学学校に入学し、シリマンやノートンの下で土壌科学を学んだ。 1852年に卒業した後、ニューヨーク州のオービットアカデミーで教職に就いた。オービットでは、宗教家のローレンティン・ハミルトンと友人となった。1855年からヨーロッパに留学し、ハイデルベルク大学のロベルト・ブンゼンに、科学、ミュンヘン大学のユストゥス・フォンディ・ビッヒに、有機科学を学んだ後、フランスのミシェル・ウジェーヌ・シュブルールに科学を学んだ。 1858年に帰国し結婚し、9月にワシントンジェファーソン大学の科学の教授になった。妻と子供を失った後の1860年にカリフォルニア地質調査の参加の誘いに応じ、カリフォルニア鉱山地質支局の主任植物学者として参加し、1864年まで調査隊を率いた。この間、友人への手紙など多くの記録を残した。 調査が終わった後、イエール大学科学学校の最初の農学教授に就任した。1930年にカリフォルニア調査の概要をアップダウンカリフォルニアイン1860から1864として出版された。イエール大学で教職にあった間にも、1869年にグリーンランドの調査、1899年の鉄道王。 エドワード・ヘンリー・ハリマンの公園で行われたアラスカ沿岸の科学調査にも参加した。シエラネーバダ山脈のブルワー,ー山はブルワー,ーにちなんで名付けられた。マツカの樹木の種、パイシア・ブルーリナに懸名されている。W.H. ブルワー,ーは植物の学名で命名者を示す場合にウィリアム・ヘンリー・ブルワー,ーを示すのに使われる。ありがとうございます。